今回紹介する女優さんはこちら、みほななさん。2022年6月に新人ナンバーワンスタイル、みほなな AV デビュー、にて S1 より専属女優デビュー。デビュー時のキャッチフレーズは、可愛いの新時代はななが作ります。2019年にはアイドルバンドのメンバーコナンとしてデビュー。その音楽活動の知名度を上げるため、グラビアオーディションに百瀬コナンとして挑戦。元アイドル&元グラドル女優さんなんです。女優への転身理由を、かっこいい人が多いから私もやってみたいと思いましたと述べている。スレンダーで華奢な体に、ハリのあるDカップのビヌー、おパイの持ち主。サラサラのストレートヘアに、可愛らしい笑顔で、ド直球アイドル、という雰囲気。AV ソムリエの渋江上義氏は、プレイ中も目のギザギザ感が失われていないのが素敵。と、バックボーンから来る、清純性を表している。元アイドル、元グラドル女優の、みほななさんの作品を見てみませんか？それでは、また次回の動画で。